皆さんこんにちは。フライディチャイナタウンでおなじみの安波さん。安波が暴露した元尾の排泄排出の異常性癖や身内との行為の真相について紹介します。シンガーソングライターの安波さんがここ数年間のうつ病との戦いを経て復帰を果たし注目を集めています。彼女の過去の行動がどのような心情から生まれたのかを紐解くことで改めてその軌跡を振り返ってみます。安波さんは1988年に落語家の春風亭小朝さんと結婚し、おしどり夫婦として世間に親しまれていました。しかし2007年11月に突然離婚を発表。会見の場で小朝さんは非常に仲が良いとしつつもこれ以上は両立できないと結婚生活の終わりを告げました。安波さんは仕事に集中したいとの理由で離婚を切り出し円満離婚であることを強調しましたが、後に2人の関係は大きく変わっていくこととなります。離婚後安波さんはブログで小朝さんを金髪豚野郎と非難し、さらに彼に対する激しい感情をあらわにしました。彼女は小朝さんが自らの出演を妨げたと主張し、直接豚野郎と言いました。もう二度と会うことはないでしょうと一方的に絶縁を宣言。さらには切腹しろ、私が解放してやるといった過激な発言も飛び出し、メディアでも大きく取り上げられました。こうした一連の言動から安波さんの気候が注目され、ネット上では完全に壊れているのではないかなどの冷ややかな反応も見られました。また2008年10月に行われた会見では報道陣に向かって撮るな、こんな姿を撮るなと叫び、泣き崩れる様子が放送されました。会見後彼女はスタッフに支えられながら退場し、気候ぶりが再び話題となりました。2008年11月安波さんは離婚後初の屋外ライブを開催しました。観客が見守る中、フライディチャイナタウンなどのヒット曲を披露しましたが、4曲目のモーニングデートでは突然2リットルのペットボトルの水を頭から浴びるというパフォーマンスを行いました。11月の寒空の下、観客はその衝撃的な行動に驚きを隠せませんでしたが、安波さんはそのまま前後曲を歌い上げました。さらに同年末には安波さんがプロレスリングに登場するという一風変わった出来事も起こりました。プロレスラーの高田さんから普通おばちゃんと呼ばれ、勝てば歌わせるという条件を提示された彼女は試合に参戦することを受け入れました。会見はあえて金屏風の前で行われ、安波さんの独特な世界観が反映されたものとなりました。2016年9月安波さんは記者会見を開き、2007年に春風亭小朝さんと離婚した後、双極性障害によるうつ病を発症していたことを明かしました。彼女はうつ病の影響で精神的に不安定な時期が続き、その結果として気候とみなされる行動をとってしまったと説明しました。安波さんは23年間もの長きにわたり無力感と戦ってきたことを告白し、その間に支えてくれた2人の弟への感謝の言葉を述べました。一方で離婚の原因は安波さんだけでなく小朝さんにも問題があったのではないかという噂が業界内でささやかれています。落語業界内では小朝さんが何事も独断専行と評され、人望が薄いとされています。関係者によると落語協会会長も彼の扱いに手を焼いているとのことです。さらにかつて小朝さんが安波さんと結婚する直前まで交際していたとされる岸本佳代子さんとの関係についても話題になっています。小朝さんはマスコミに報道されるのを恐れ、ビートたけしさんをカモフラージュとして利用し、岸本さんとのデートを隠していたとされています。またタレントの笑福亭鶴瓶さんも小朝さんに対して不満を抱いています。公的行事の終了を独断で決めた小朝さんに対し、鶴瓶さんは金髪は何でも一人で決める、我々は指示に従うだけだと公の席で怒りをあらわにしました。ここで小朝さんにまつわる離婚の原因について触れます。ある落語関係者によれば、小朝さんは実力のある落語家でありながらも強い出世欲を抱いていたとのことです。ビートたけしさんも彼は海老中が持つ林家三平の名跡を手に入れるために結婚したと語ったとされています。
安葉さんは林家三平の孫娘であり、小朝さんにとっては名跡を得ることが一つの目的だったとされています。しかし最終的にその名跡は小朝さんの弟に渡り、小朝さんにとっては大きな誤算となりました。関係者によれば、名跡が得られないと分かった時、小朝さんにとって安葉さんとの関係の価値は失われたとも言われており、この出世欲が離婚の一因とされています。安葉さんのブログによると、小朝さんは安葉さんの母海老中陽子さんに対し20年間ゲロと呼んでいたそうです。安葉さんは、私を産んでくれた母をなぜゲロと呼ぶのかと疑問と怒りを抱き続けていたと告白しています。さらに安葉さんは、私の心にたまった20年分のゲロが会見の金屏風となったと離婚会見の背景を説明しました。このような配慮に欠けた言葉は誰にとっても耐え難いものだったでしょう。小朝さんには浮気癖があり、これも離婚の原因の一つとされています。安葉さんはすぐに分かりました。顔を見れば浮気してきたなってと振り返り、小朝さんが浮気をした翌日にはよく落語で車の話をすることが多かったことから、その行動パターンを察知できたと述べています。また落語関係者によれば、小朝さんは浮気癖が素晴らしく、何十人でも構わないという態度で20年間で多くの女性と関係を持っていたとされています。安葉さんはこの浮気を女の肥やしとして黙認していましたが、次第に心の負担が増していきました。こうした女性問題が積み重なった結果、安葉さんはついに金髪豚野郎と小朝さんを罵るに至ったのです。一方、小朝さんの評判も決して良いものではありません。落語業界内では、彼が何事も独断専行と言われ、人望が薄いことが指摘されています。関係者によると、落語協会会長も彼の扱いには苦労しているとのことです。またかつて交際していた岸本佳代子さんとの関係を隠すため、ビートたけしさんをカモフラージュとして利用したという噂もあり、周囲からの信頼を失う一因となったとされています。安葉さんはリリース予定だった CD の制作費600万円が未払いのまま、クレジットカードの支払いや事務所の家賃、車のリース代、税金の支払いに追われています。彼女は CD 制作費をクラウドファンディングで集めようと試みましたが、目標の300万円に対して集まったのはわずか16万7000円でした。これに対して安葉さんは、集めた資金を返済せずに生活費として使ってしまったことをあっさりと認めています。またブログ収入が月に30万円ほどあるものの、過去にも返済していない借金が2000万円から3000万円に上り、これらを返済するのは難しい状況です。このような巨額の借金を抱えているため、安葉さんはブログでホームレス生活を告白。ホームレスは辛い、自分の家で過ごしたいし、自分のお風呂に入りたい、家がある人が羨ましいと語っています。しかし実際には高級ホテルハイアットリージェンシー箱根に長期滞在していたことが発覚し、世間の反感を買いました。1泊10万円以上するこのホテルに10日間滞在し、宿泊費は約100万円に上るとされています。宿泊費を返済する約束をしていたものの、返済が進んでいない様子であり、ホテルの経理部との交渉音声が流出する事態となりました。安葉さんは、 YouTuber になればすぐにお金になると騙されたと話し、命の危険を感じたため駆け込み寺だと思って泊まったと説明していますが、その一方で1000円ずつ返済すると述べたことで現実性に欠けると指摘されています。離婚後、安葉さんは Facebook で知り合ったイラン人の川辺氏と婚約し、子作り宣言まで行いました。当時安葉さんは56歳、相手は36歳で、意欲的な内容が話題となりました。しかし川辺氏からジャケット写真が気に入らないと言われて破局し、さらに約1ヶ月後には復縁したことを報告しています。このように50代後半にしてもなお安定しない恋愛模様に対して、世間からは呆れた声も多く寄せられています。安葉さんの寄稿は家族との関係にも影響を及ぼしました。2017年6月、彼女は自身のブログで家族との絶縁を宣言し、
ツイッターでも家族を攻撃する内容を投稿しました。特に注目を集めたのは、母親に3時間も土下座させられ見せしめにされたという主張や、甥である林頭平からセックスを強要されたとの告発です。これに対し家族側は一切の事実を否定し、小朝さんも息子が飲酒や喫煙をしていたら許さないと断言しました。安波さんはまた小朝さんの異常な性癖についても暴露しましたが、信憑性には疑問が残ります。安波さんによると、小朝さんは排泄物に関連する異常な性癖を持っていたとのことですが、この主張は一方的であり真実は不明です。問題行動が続く中で、安波さんは双極性障害や PTSD を訴えていますが、一部では病気は嘘ではないかとの疑念も広がっています。病気の影響か、それとも炎上商法による収益を狙った行動なのか、真実は不明ですが、彼女の言動が周囲に与える影響は計り知れません。安波さんの一連の行動は、彼女の精神的な問題や家庭内での葛藤、さらには生活苦や対人関係の複雑さを映し出しています。彼女がどのように自らの問題に向き合い今後の人生を歩んでいくのか、引き続き注目が集まっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。